薩沼線、薩沼線、薩市線は、北海道札幌市中央区の総延駅から、北海道蒲渡郡新戸津川町の新戸津川駅までを結ぶ、北海道旅客鉄道、JR 北海道の鉄道路線、地方交通線である、学園都市線、が、区園都市線という愛称が付けられている。改正鉄道施設法別表第136号に、 規定する石狩国札幌より、当月を経て沼田に至りる鉄道であり、全通時点では、総延駅から留萌本線と接する宇流郡沼田町の石狩沼田駅までの路線であった。しかし、太平洋戦争の激化により1943年、昭和18年10月1日から1944年、昭和19年7月21日にかけて、 石狩東別駅石狩沼田駅間が順次不要不急線として休止され、道路に転用された。戦後は1946年、昭和21年12月10日の石狩東別駅、浦臼駅間を皮切りに、1956年、昭和31年11月16日までに全線で運行を再開したが、新戸塚川駅石狩沼田駅間が1972年、 昭和47年6月9日に、いわゆる赤字83線として廃止され、現在の営業区間となった。現在の営業区間は、途中の北海道医療大学駅を境に大きく、性格が異なる。南部の総延駅北海道医療大学駅間は1980年から開発が開始された札幌ニュータウン愛の里をはじめとする札幌市北と、 東別町での住宅開発の進展、大学の移転により、高架化や一部複線化、駅の増設、列車増発が進められ、札幌都市圏の通勤、通学路線に転換した。このため、JR の地方交通線としては、列車本数、利用者数とも比較的多く、IC 乗車カード、キーとかの利用エリアともなっている。またこの区間は2012年、 平成24年6月1日には、北海道高速鉄道会を事業主体とした交流電化が行われている。一方で、北部の北海道医療大学駅、新戸津川駅間は、列車本数、利用者数とも非常に少ない換算線区であり、引き続き非電化のまま残され、2020年5月7日付での廃止が予定されている。また、末端区間は、石狩川を挟み、 函館本線と並行する形となっているが、接続はない。路線の正式名称である、薩沼線は、札幌と石狩沼田から一文字ずつ取ったものであるが、新戸津川駅石狩沼田駅間廃止により、実態に合わなくなっていたことに加え、沿線に、北海道教育大学札幌校や、北海道医療大学など学校が数多くある、ことから、1991年、 平成3年3月16日より、学園都市線の愛称が付けられた。このため、薩沼線の名称は、駅や列車内の案内表示などで使われることは、ほぼなくなっている。なお、他言語での案内に際して、JR 北海道は中国語を除き本時、英語であれば、学園都市リーンで案内している。全線が、本社鉄道事業本部直轄となっている。 日本国有鉄道、国鉄時代は、南下トップ駅石狩沼田駅間が、旭川鉄道管理局の管轄であったが、新戸津川駅石狩沼田駅間廃止時に、南下トップ駅新戸津川駅間の管轄が、北海道総局に移動し、現在に至っている。全列車が普通列車、各駅停車である。一部区間の電解前は、 末端区間で使用される車両の内部運転所への入出庫を兼ね、現在の電化区間と末端区間を直通運転する列車が設定されていたが、札幌駅石狩東別駅間の全営業列車を電車化した2012年、平成24年10月27日ダイヤ改正以降、末端区間用の機動車は内部運転所から石狩東別駅までを改送列車として入出庫するようになり、 石狩東別駅南角駅と石狩金沢駅北角駅間を直通する列車は消滅した。路線の起点である草園駅を四十二とする列車はなく、運転系統としての薩沼線、学園都市線は一駅先の函館本線、札幌駅を起点とし、草園駅までは函館本線上下線の北側に並行して、付設された薩沼線系統専用の単線。 通称、北線を走行する。長らく、札幌県を構成する路線では、唯一の非電化路線として運行が続いたが、所要時分短縮や、混雑緩和などを図るため、2012年、平成24年6月1日に、交流電化開業し、同年10月27日から非電化区間、直通列車を除く、全列車が電車化された。電化開業後は、 六両編成で運行される列車が多くなり、2017年、平成29年3月改正時点では、日中の列車はすべて六両とされている。2017年、平成29年3月4日、改正時点のダイヤでは、ほとんどの列車が、札幌駅愛の里公園駅、石狩東別駅、北海道医療大学駅間での運転となっているが、1日、一往復のみ、 千歳線新千歳空港駅石狩東別駅間で運転する千歳線内は快速エアポートとして運転日中時間帯は札幌初基準で1時間に3本20分間隔が運転され打ち合いの里公園駅発着が1の2本その他が石狩東別駅または北海道医療大学駅発着となっている北海道医療大学駅折り返し列車は 学生の利用が多い朝降りと午後の堀りに多く設定されている。この区間では、先日の北海道医療大学駅市住儀の電車列車を除き、すべての列車が軌動車で運行される。列車はすべてワンマン運転で、朝の石狩月型駅始発の堀り列車1本、及びその送り込み回送車が2両編成となるほかは、単行1両で運転される。2016年、 平成28年3月26日以降は、1日に、石狩東別駅浦薄駅間列車が5往復、石狩東別駅石狩月型駅間列車が下り2本、上り1本、石狩東別駅新都塚川駅間列車が1往復が運行されている。これにより、浦薄駅新都塚川駅間は1日1往復のみの運行になり、鶴沼駅新都塚川駅間において、 道路線を利用した裏ウ薄ウ方面への日帰り往復が不可能になった。これは旅客列車の本数としては1984年、昭和59年に廃止された国鉄清水港線と同じ運行本数であり、国鉄民営化後では JR 旅客6社の中でも史上最小の運行本数である。以下、本項目の表中では一部、北海道医療大学駅を 医療大学駅と略記する。区間ごとの輸送密度、人、日、以下同様は、以下の通り。なお、一部の数値は、函館本線札幌駅総延駅間を含むもので、ある。総延駅北海道医療大学駅間は2013年、平成25年度に輸送密度が1975年、昭和50年度比で315%に増加し、以降も、 増加傾向が続いている。2017年、平成29年度の輸送密度は17,862であり、JR 北海道が設定した区間別では、札幌県内で最も少ないものの、幹線の函館本線岩見沢駅浅比川駅間、2017年度、8,660を上回り、地方交通線としては最高の輸送密度である。一方で、 北海道医療大学駅新都津川駅間は、2013年、平成25年度の輸送密度が1975年、昭和50年度、石狩東別駅新都津川駅間比で14%まで落ち込んでおり、2013年、平成25年度と2016年、平成28年度、2017年、平成29年度度,度は、JR 北海道が設定した。 区間別で最低の輸送密度を記録している。2017年、平成29年度の数値は57であり、これは、1995年、平成7年9月4日に廃止された新名船、廃止当時80や、2019年、平成31年4月1日廃止予定の、赤昌船夕張支線2017年度69を、下回る。なお、 一日一往復のみ、運行の裏薄駅新戸塚川駅間については、一日の利用者が平均10人を下回っている。区間ごとの収支、営業収益、営業費用、営業損益と営業係数は以下の通り、いずれも管理費を含めた金額である。はマイナスを意味する。北海道医療大学駅新戸塚川間は、近年では輸送に直接必要な費用、 燃料費、乗務員の人件費等すらまかないていない状況にある。なお、総延駅北海道医療大学駅間は、札幌県各線と合わせたデータのみが公表されており、単独のデータは不明。2016年、平成28年11月18日、JR 北海道は、将来にわたり、持続可能な形で安全最優先の鉄道事業を運営する。 社会的な使命を果たすために、当社単独では維持することが困難な線区として、十路線十三、区間を発表し、薩沼線は、北海道医療大学駅新戸津川駅間が対象となり、2018年、平成30年10月12日までに、すべての沿線自治体が廃止を容認し、2020年5月7日付で廃止となる予定である。なお、 総延駅北海道医療大学駅間については、札幌県に属する大量、高速輸送の観点からも鉄道でなければ輸送を担えない線区であり、各種施策を実施することで JR 北海道単独でも維持可能としている。北海道医療大学駅新戸津川駅間は、輸送密度が200人未満の線区に属し、当社単独では維持することが困難な線区。 発表時点で北海道月形高等学校への通学2016年度37人を除けば、非的な利用はほぼない。加えて、月形町以北は、石狩川対岸の各市町、岩見沢市、美梅市、内江町、砂川市、滝川市などとの結びつきが強く、月形町岩見沢市、浦臼町内江町、浦臼町,町,町新十川町滝川市間では、バス路線が、 設定5.5から19.5往復一部休日運休されている。また、これらのバスを利用した場合、新十津川町内から滝川駅まで10分、浦臼駅から内江駅まで20分で連絡でき、公共交通で札幌方面へ向かう場合も利便性が遥かに上回る函館本線の列車を利用して向かう住民が多いとされる。 また、維持する際の課題として運営赤字と別に今後20年間で6億円に及ぶ老朽施設の更新費用を上げている。このため、JR 北海道では、鉄道よりも他の交通手段が適しており、中略、バス等への転換について、地域の皆様と相談を開始しますとした。その後、2018年、平成30年5月16日の月形町との、 個別協議では、鉄道として残すことはできないと回答し、同年6月17日には、JR 北海道の事業範囲見直しにかかる関係者会議にて示された A 再生の見通し、安中で本区間を含む輸送密度200人未満の選区は、地域の皆様と共に、鉄道よりも便利で、効率的な交通手段へ転換とし、国に対しても支援を求めない方針とした。 2018年平成30年2月10日に北海道による総合交通政策検討会議が発表した北海道の将来を見据えた鉄道網維持困難線区のあり方についてにおいて本区間は利便性の高い最適な公共交通ネットワークの確保に向け今後の活力ある地域づくりの観点に十分配慮しながらバス転換も視野に地域における検討 協議を進めていくことが適当あるとされ、述べられた各選区の中で唯一バス転換を視野とする、胸が述べられている。当社単独では維持することが困難な選区発表後、当該区間沿線の四町、東別町、月形町、浦臼町、新十津川町は、JR 北海道との協議に応じず存続を目指し、2017年、 平成29年5月より4町による意見交換会を開いた以降12月まで6回開催。この中では早期の競技入りを望む町と慎重姿勢を崩さない町とで意見が衝突したが同年11月14日の第5回意見交換会で4町とも同区間の現状維持は極めて厳しいとの認識で一致しバスも含めて 大体交通機関を検討するとしたが、あくまで路線存続の方針は維持した。これを踏まえ、2018年、平成30年1月16日には意見、交換会を組織返し、沿線4丁と道による、薩沼線沿線ちづくり検討会議、以下、ちづくり検討会議が発足し、維持困難路線では初めて JR 北海道との協議に入った。 町づくり検討会議では当初同年3月に、損廃の結論を出す予定としていたが、同年3月5日に各庁が個別に、JR 北海道と伸ばす転換受入協をはじめ8月にも、結論を出す、と表明し、同年6月18日月型庁、続いて、同年6月25日に、新十津川町、同年7月11日に、浦臼町が正式に廃止受入れを表明した。 しかし、同年8月2日の町づくり検討会議では、東別町のみが協議中であるとして、廃止受け入れには至らなかった。最終的に、同年10月12日の町づくり検討会議にて、東別町も含めた4町が、同区間の廃止、バス転換で合意し、維持困難路線では、発表前に自治体が廃止を受け入れた、赤昌線、夕張支線を除くと、初の廃止受け入れとなった。 廃止時期については2019年度末を主張する月型町と2019年内を主張する多ットで不一致が続いたが最終的に2020年の大型連休最終日である5月6日を運行最終日し5月7日付で廃止する方針となった。2017年平成29年11月14日の会合では営業区間を短縮した場合のコスト資産が 各町長から JR 北海道に要求され、同年11月23日の4町長会合で、JR 北海道からは2016年、平成28年度実績期に以下のように回答されている。2018年、平成30年2月16日の町づくり、検討会議において、JR 北海道は新しい交通体系の案を提示した。案は、 以下の3区間に分けて提示され、代替交通の運行は、地元事業者による運行を要請しが、国、北海道の補助の活用のほか、初期投資費用と当面の運行経費を JR 北海道が負担するとした。その後の4兆廃止受け入れ時点では、既存バス路線の自治体負担の肩代わり、20年、新規バス路線のバス購入、車庫設置、資金面の支援、 乗り合いタクシー支援、鉄道用地の無償譲渡などを示し、合意している。廃止を覚えが調印時点で、JR の提案内容をもとに、一下のようにまとまっている。この区間の平行バス路線は、2003年、平成15年に JR、北海道バス、石狩線が撤退し、その代替である、浦臼町 A バス番線内線が、石狩新宮。 完西内市外浦臼駅間に平日のみ1往復運行れる他は存在しない。このため、月形高校への通学輸送を含む交通手段、バスもしくは乗り合いタクシーを月形町浦臼町間に新設し、また、浦臼町内から札幌方面への移動手段として、浦臼駅鶴沼市街内駅間の浦臼町 A バス新浦臼線を、土休日運休から、 毎日運行や変更することを提案した。その後、浦臼町では、廃止受け入れ時に、浦臼町月型長官の町営バス新設と、町内から、美媒市までのデマンドタクシー運行を検討していると、した。JR 北海道ではこの区間について、浦臼駅新十津川町役場滝川駅間を運行する、既存の平行バス路線、北海道中央バス、滝川浦臼線、 滝新線の活用を要請しており、新十津川町では、廃止受け入れ時に、代替交通は、上記のバス路線を維持するのみで新規路線の設定は、しないことを表明している。月形町では、JR 北海道からの支援を活用する見通しで、代替バスの他既村のバスが乗り入れる、バスターミナル機能を持った街づくり拠点の計画を、進めており、2020年度の着工を目指している。 太平洋戦争中に不要不急線として、休止されていた、石狩東別駅石狩沼田駅間のうち、浦臼駅石狩沼田駅間は、再開後も利用が振るわず、1963年、昭和38年6月10日時点で、営業係数は290にとっていた。特に、新戸津川駅以北は、 自動車交通の発達や並行する国道275号の完全舗装などの道路整備。沿線の人口減少により年ごとに利用の減少が進み、同区間は営業末期の1972年、昭和47年に発表された輸送実績では乗車人員498人、貨物発送トン数58トンといずれも1960年、昭和35年比で、 それぞれ30%、62%に落ち込み、収支係数は1500に上った。これにより、末期の同区間の運転本数は、旅客号往復、日、貨物は3日に1本程度にまで減少した。1968年、昭和43年に、国鉄諮問委員会は、ローカル線の輸送をいかにするかについての意見書中で、使命を終えた国鉄の地方線を、 バス転換とする方針を打ち出し、いわゆる赤字83線を発表したが、薩沼線新十津川駅石狩沼田駅間もこれに含まれた。これを受け国鉄北海道総局では1971年、昭和46年8月2日に、新十津川駅石狩沼田駅間、沿線4町、新十津川町、宇流町、北流町、沼田町に廃止を提案し、 管轄する旭川鉄道管理局と合わせて沿線住民と800回に上る話し合いを行った。これにより、1972年昭和47年3月16日の沼田町を最後に沿線4町は廃止に同意した。その後、同年3月23日に旭川鉄道管理局から国鉄本社に廃止が上進され、6月18日の 運転をもって、新戸津川駅石狩沼大駅間の運輸営業が廃止された。赤字83線の廃止は、道内では、根北線に次ぐ2番目、東取組と無関係の胆振線は木方支線の廃止を含めると、赤字ローカル線の廃止は3番目であり、廃止区間延長 34.9km は、赤字83線における一路線の廃止距離としては、全国で最長であった。 また、この廃止を最後に、赤字83線の取り組みそれ、事態による、指定線区の国鉄路線の廃止は終了した。新戸津川駅石狩沼田駅間は、廃線後、線路跡は、農場の整備等の区画整理によってほとんど痕跡を、留めておらず、わずかに一部の駅の周辺に面影を忍ぶのみとなっている。廃止区間にはもともと薩沼線をする形で、 滝川駅新都塚川駅壁水市街、石狩沼田駅間などに国鉄バス石狩線が運行されており、それが代替輸送を担うこととなった。このため、石狩線は石狩沼田駅壁水市街間を8本、日から24本に増便したことをはじめ、鉄道廃止区間各所と上、徳富市街滝川間の計六区間で計93本、日の増便を行い、 滝川駅での列車接続を改善するなど利便性の高いダイヤへの改善が行われた。石狩線は、その後、1987年、昭和62年4月1日から、国鉄分割民営化により、北海道旅客鉄道自動車事業部の路線となり、2000年、平成12年4月1日には分社化によって、JR、北海道バスに来、継がれた。 2003年、平成15年3月1日には、JR 北海道バスのそやち地地区撤退に伴い、北海道中央バスに関され、当該区間の路線は、滝川北流線、滝川ターミナル壁水市街沼田駅前間,間となったが、2008年、平成20年4月1日には、運転区間が、滝川ターミナル壁水市街間に短縮されている。その後2018年、 平成30年4月1日には、滝川ターミナル廃止に伴い、滝川駅への乗り入れが再開され、同年夏ダイヤの時点では、下記の区間で4往復が運転されている。短縮により廃止された、壁水市街沼田駅前間は、沼田町 A バス北流線となったが、2017年、平成29年3月31日限りで、定期便としては廃止され、 宅間のスクールバスと東海をした予約制バスの理科の区間に指定されたが、翌2018年、平成30年5月31日に乗り合いタクシーに改組された。1931年、昭和6年10月10日に、北側の石狩沼田駅中徳富駅、初代、現在の新戸塚川駅間が、札沼北線として開業したのを皮切りに、 南北双方から建設が進められ、1935年、昭和10年10月3日に最後に残った、石狩東別駅裏薄駅間が開業し、北側の薩沼北線が南側の薩湘南線に編入され、薩沼線と改称して全通した。付設にあたっては、立憲政友会大義士、東武まが尽力した。現在の広区間は、 起点の草園駅から新琴と駅太平駅間となっているが、JR 北海道は、さらなる事業として、篠の駅周辺約 1km の高架化を決定している。篠の駅は2007年、平成19年から2009年、平成21年にかけて、西口設置を含む再開発が行われるなど、以前より、周辺整備の著しい地域である。 厳密な高価格間は定まっていないが、高価化に合わせて周辺の土地区整理事業が行われることとなっており、横振動をはじめとする踏切の除却や指導の拡幅も対象となっている。2018年度着工、2025年度供用開始のスケジュールを組んでいる。便宜上、総円駅側の全列車が乗り入れる函館本線の 札幌駅総延駅間も合わせて記載する。廃止宿間の駅を除く、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。